今回は2023年6月14日に提供されたピクセルアップデートについての話です。今回のピクセルアップデートには100以上のセキュリティの脆弱性や各種バグ、不具合の修正、改善が含まれています。また3ヶ月に1度のフィーチャードロップによる新機能の追加も行われています。今回のセキュリティアップデートには重大度が致命的となっているものもあるので、提供され次第早めにアップデートをした方が良さそうです。最も深刻なのはシステムコンポーネントの重大なセキュリティ脆弱性であり、ハンズフリープロファイルサポートが有効になっている場合、追加の実行権限が必要なく Bluetooth 経由でリモートコードが実行される可能性がありますというものらしいです。難しいですね。詳細は概要欄にある URL ピクセルアップデート速報2023年6月、 Android のセキュリティに関する公開情報2023年6月を確認してください。ソフトウェアアップデートではデバイスの安定性、接続性、パフォーマンスなどに関わる不具合やバグの修正、改善が行われています。私が使用している個体が平気なだけなのかもしれませんが、内容を見てみるとこんなに不具合、バグがあったんですねという感じ。こちらも詳細は概要欄にある URL Google Pixel Update 2023 6月を確認してください。今回のソフトウェアアップデートの内容の中には問題の修正、改善の他に追加されたものもあります。それはピン入力中のアニメーションを無効にするというもの。アップデート後の再起動ではピン入力でロックを解除するのですが、何かが変わったような、ちょっとモヤモヤするような違和感を感じていました。その原因はこの機能の追加によるものでした。私の記憶が間違っていたら申し訳ないのですが、アップデート前は Pixel 7でピン入力する際、この数字は表示されていませんでした。ですが、アップデート後はピン入力中のアニメーションを無効にするがオフになっているので、数字が表示されるようになっています。個人的にこのアニメーションはいらない。画面にもあるようにピンのプライバシーを強化するためにも、この機能はオンにして数字を見せないようにした方が良いと思いました。3ヶ月に1度のフィーチャードロップによる新機能の追加では、Google アシスタントによる安全確認や自動車事故検出機能のアップデート、Pixel 7 Pro ではマクロフォーカスを動画でも利用可能に、Pixel 6以降のスマートフォンでは手のひらを上げる動作でタイマーを作動させ写真を撮影する機能や、シネマティック壁紙、絵文字ワークショップという機能でライブ壁紙を作成することができるようになりました。今回新たに追加された機能は、お使いの Pixel スマートフォンに入っている Pixel ガイドというアプリか、概要欄にある URL Google Pixel ファミリー製品に新機能を確認してみてください。アップデート後の不具合としては、バッテリーの減りが増えた、フィーチャードロップで追加されたシネマティック壁紙が設定できないという報告がされています。私もシネマティック壁紙を設定しようと思ったのですが、どうしてもうまくいかない。いろいろ試したのですが、どうしてもこのキラキラのアイコンが出ないんですよね。まあ使えるようになるまで気長に待ちたいと思います。ということで、2023年6月のピクセルアップデートについての話でした。皆さんはもうシネマティック壁紙試してみましたか？私も試してみたかったのですが、何かの不具合が解決するまでは無理そうです。設定しても 3D 酔いしそうなので、ちょっと見るだけにすると思いますが、よかったらコメント、チャンネル登録もお願いします。最後までご視聴ありがとうございます。